はい、さっきのあれですね、ALB のドクターウォッチですけど、ヒンジ付きですね。多いですね、ヒンジ付きのケースが。で、これが文字盤なんですけれども、中開けると、まあ、あの、時計が、あの、ゼンマイの、あの、光箔のとこですね、なんかインカブロックって、でっかく入ってますけど、やっぱり、メーカー名がないから、多分、時計商かなんかだったんでしょうね。それで軍に納品してたメーカーだったんじゃないですかね。時計はメーカー名も入ってないんで、まあそこそこの機械ですけど、インカブロックが入ってるってことは、40年代に入ってるんですかね。まあ、よくわかりません。まあ、こういう機械が入ってました。角型の。まあ、今でも動いてますね。これが ALB。